こんにちは。Cisco でエンジニアをしております、たけしと申します。ACI 動画解説シリーズということで、ACI の基本の機から紹介していきたいと思います。今回は ACI の構成要素と物理接続の方法についてご紹介します。この動画シリーズでは、ソフトウェアディファインドネットワーキングソリューションである CiscoACI についてご紹介します。 この動画シリーズは、US の Cisco 社員が有志で運営している Cisco Data Center Cloud Made Easy というチャンネルの動画をベースに作成しています。もちろん許可を取っています。概要欄にリンクが貼ってあるので、英語の方がいいなという方はそちらからアクセスしてみてください。この動画シリーズでは、細かくトピックを分けて、短い動画で Cisco ACI について学べるように作成しています。 ACI に関する知識がない方でも問題なくご覧いただけます。では、早速内容に入っていきましょう。これまでデータセンターで Nexus 7000シリーズや Catalyst 6500シリーズといったモジュラ型のスイッチを使っていた方もいらっしゃるかもしれません。こういったモジュラ型のスイッチは大きく分けて3つの構成要素を持っています。設定と管理を行うスーパーバイザー、サーバーやファイアウォールなど接続する LINE カード、 そして Nexus 7000の場合、パブリックモジュールと呼ばれるバックプレーンを持っています。後から必要なポートが増えた場合に備えて、あらかじめ元々必要だったものよりも大きなスイッチを用意することが多いはずです。ACI ではこのモデルを分解することで小規模から運用を始めて、ビジネスのニーズに合わせてスケールアップさせることができるようになりました。スーパーバイザーに代わって設定と管理を行うコントローラーを APIC と呼びます。APIC は単一の管理ポイントを提供します。次にスパインですが、スパインはバックプレーンとして動作します。リーフは基本的に LINE カードのようなもので、サーバーやネットワーク機器を接続します。これらのスパインリーフは APIC により自動検出され、一元的に管理されます。待機を増やしたい場合にはスパインを増設する。 ポートの数を増やしたい場合には、リーフを増設するといった形で、簡単にスケールアップすることができます。ACI を構成するコンポーネントについて、もう少し細かく見ていきましょう。まず、管理の機能を提供する APIC ですが、物理アプライアンス版とバーチャルマシンの形式で提供される仮想版の2つがあります。仮想版では、2つの VAPIC と1台の物理 APIC で構成される、 ミニファブリックと呼ばれる構成を取ることができますが、利用できる機能やスケーラビリティに制限があるため、物理アプライアンス版を使用する場合が多いです。物理アプライアンス版は UCS-C シリーズがベースになっています。物理 APIC には M サイズと L サイズがあり、ファブリックの規模に従ってモデルを選定します。次にスパインスイッチです。モジュラー型の ネクサス9500シリーズとボックス型のネクサス9300シリーズをスパインとして使用します。モデルによってスパインとして利用できるものとリーフとしてしか利用できないものがありますので、詳しくはハードウェアサポートマトリックスを確認してください。続いてリーフスイッチです。ネクサス9300シリーズをリーフとして使用します。100メガから400ギガまで様々なモデルが用意されています。 ACI では通常 APIC や s p e にライセンスをインストールすることは不要で、リーフにのみライセンスが必要になります。ただし、アドオンライセンスを必要とする特定のオプション機能をご利用される場合には、s p e にもライセンスが必要になる場合がありますのでご注意ください。一番ベースになる基本のライセンスがエッセンシャル。マルチサイトやリモートリーフなどの分散ネットワーキングの機能を利用する場合はアドバンテージ。 ネクサスダッシュボードインサイトを利用した可視化と高度な運用を行う場合にはプレミアライセンスがあります。どのライセンスレベルでどの機能を使えるのか、どのような提供形態になっているかなど詳細については ACI ライセンスガイドをご参照ください。ACI の構成要素について理解ができましたら、次はそれらをケーブル接続していきましょう。 まず、すべてのリーフをすべてのスパインに接続します。ACI では、スパインとスパインの間や、リーフとリーフの間を接続する必要はありません。続いて、リーフに APIC を接続します。APIC はファブリックの自動検出を行います。なお、ACI のバージョン5.2 1以降では、APIC をリーフに直接接続するのではなく、IP ネットワークを介して接続する。 構成もサポートされています。続いて、具体的にどのポートを接続に使用するのかを見ていきたいと思います。この例では、第3世代の APIC の背面図を記載していますが、バージョンによってポート構成が変わる可能性がありますので、ご注意ください。水色に塗ったポートがリーフに接続する 2Fabric のポートになります。緑色が管理用のアウトオブバンドマネージメントポートで、 APIC への GUI-CLI アクセスに使用します。赤色のポートは UCS の CIMC ポートです。リーフスパイン間では全てのスパインをリーフのアップリンクポートと接続します。通常リーフスイッチのアップリンクポートは筐体前面の右側に配置されています。リーフのダウンリンクにはサーバーやファイアウォールなどのネットワーク機器を接続します。 今回の動画は以上になります。もっと詳しく知りたいという方は、Cisco Customer Success が提供する ATXACC をぜひご活用ください。詳細は概要欄に記載しています。今回の動画が少しでも参考になりましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。